球場に比べてここはどうですか？広いです。広い。はい、それ以外には。それ以外には。綺麗です。綺麗。それ以外には。みんな同じこと。皆様本日は今日暑い。暑いです。今日暑い。暑い。名古屋球場に比べて？まあ涼しいです。涼しいよね。はい、一軍に上がればこういうところで試合ができます。そのためにもこうやって、今日こういうところでせっかく機会があるんで。こういうゲームで結果を残して少しでも一軍に上がれる力になれる、集中してやっていきましょう。涼しいんで集中できると思います。いいですか？はい、行きます。閉まるな。ドラゴンズの先発ピッチャーは橋本勇気、背番号13。公式記録員は西原。お疲れ様でした。投げ切りましたね。まあ初めてですね。はい。どうでしたか？9回までっていうところでしたね。いやーやっぱきついですね。はい。でもまあ意外とスムーズにいけたんで、はい。次はそんな風にはいかないと思うんで。次も気を引き締めて頑張ります。先発っていうところではこうどういう経緯というかどういうところでこう転向していった部分ですか？まあ、制球乱れててファーも落ちたんで、まあ、それで長いイニング投げることで何かつかめるんじゃないかっていうことで先発やらせてもらえてるんで、そうですね、長いイニング投げて何かつかんで行かないといけないなっていうのは思ってますね。そこはでは今後も、まあ、チームの求めるところで前のような中継ぎだったり先発だったりっていうところですか？ご自身としては。そうですね、まあそれもあるんですけど、まあやっぱ先発やってる以上、まあ、先発で上で投げたいっていう気持ちもやっぱりあります、ね、なんていうんですか、誰も投げてないバンテリンのマウンド初めてだったんですごい気持ち
感じがしました。本当ですか、はい、じゃあまたこう一軍でも先発バッテリーでっていう感じもちょっと気持ちも高まりますね。そうですね、呼ばれたらいいなと思ってます。またあの自主トレの師匠である大野雄大選手の名前を挙げられたりすることあると思うんですけど、先発という同じ立場になって何か話とかはしたことあるんですか。まあ、先発で何か掴めるように頑張れよって言われて、まあ、ちょいちょい残留練習とかあって最近ええんちゃうのっていう話は結構するんで、はい、そんな感じです。そんな感じですか。ええんちゃうのって言われるのはやっぱ嬉しいですね、はい。ここから一軍へ向けてというところではどういう課題を克服していきますか。そうですね、まあ今日みたいに一発で泣くこともあるんで気を抜かないように一球一球大事に投げていきます。先発というところではやりがいを感じて今やっているというところです。そうですね、やりがいはすごく感じてますね、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。一軍でもよろしくお願いします。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。岡田に代わりまして竹内ピッチャーは竹内、背番号201。タイガース打球戦の攻撃は4番レフト。あのバンテリンドームでも登板になりましたけど、いかがでしたか、振り返って。やっぱり、なんだろうな、景色が違いました。おみんないつもここで投げてるのすごいなと思いながら投げてました。マウンドもカチカチだったので、高くて。はい。声ちっちゃいんです。あの30日でしたかね、はい、登板いかがでした。あのプロ初登板でしたけど、いつも通り投げられました、コースに。今日はちょっと力んじゃったんですけど、ああ前回の方がまだ、はい、本当に入ってから1試合も投げずに2年半が経って、なんか変な感じですね、野球してるのなんかこうずっとこうリハビリ組にいたり、はい、投げれそうで投げれなかったりっていう日々だったと思うんですけど、どういう気持ちでこう日々過ごしてました。でもずっと肘の調子が良くなかった、良くなるのかなと思って過ごしてたんですけど、やっぱりダメだったんで手術して、そのリハビリ手術して投げれるようになってからも2回ぐらいちょっとあんまりよろしくなくて、時期があってもう無理かなと思ったんですけど、うん、なんか投げれるようになりました。2年半そのリハビリのトレーニングコーチと担当のトレーナーさんにずっとお世話になったんで、いろいろ病院もたくさん連れてってもらいましたし、トレーニングも教えてもらってたんで本当に感謝してます。なんかこうもうダメかなとか思ったりした時にこう気持ちを切り替えたり頑張れる要因というか、何かそういうものあったりしたんですか。あ、でもそれはスカウトの八木さんがいつもお前なら投げれたら絶対活躍できるっていうのは言われてて、その言葉を信じてやってました。そういう言葉があってこう何とかつなぎ止めてここまで来たっていう感じなんですか。はい、こうなんかプロ野球選手っていうのを忘れてしまいそうな瞬間もありそうな
感じもありますけど、そうですね、そのあたりはどうでした？いやでも同期の高谷とか岡林とかがもう1年目から1軍に行ってたんで、本当にすごいなと思いながら見てました。そこはどういう思いなんですか？すごいな、羨ましいななのか、悔しいななのか、単純に悔しいな、でも怪我してたんで、もう羨ましいなって感じです。でもすごいなかな。その高卒入団の同学年の3人って結構絆があったりするんじゃないですか？絆ありますよ。まあ、高谷は結構怪我してリハビリで一緒になる機会が多いんで、岡林はもうずっと活躍してるんで、ちょっとあんまり寮でもあんまり合わないんで、でもこの前 LINE でおめでとうみたいな連絡来て嬉しかったです。あれですか、初登板の後。あ、そうですね、はい。そういう会えなくてもやり取りしたり、あったら励まし合ったりっていう感じ、はい、そうですね。近い目標でいくと今シーズン終わりにはどういう姿になってたいと思ってますか？いや本当に、まあ、肘のこともあるんで、ちょっとずつ強度とその投げれる頻度を上げていけたらなと思ってます。それでしっかりその2軍でもう支配下にはなれないんで、2軍で経験を積んで結果を出していきたいです。また高谷さんも、はい、このバンテリンに戻ってくるためにリハビリしてますけど、なんか3人でバンテリンドームで一緒に活躍できたらいいですね。それを実現できるように頑張ります。バンテリンドームで一軍で活躍するイメージは今日1日でついたりどうですか？でも昨日ドーム入ってもうすげえなと思って、みんなここでやってんだと思いながら、2回目か3回目なんで来た、入団会見の時かな、すごいなと思って、まあ、一応イメージしておきました今日も。でしかも登板も終えて、はい、というところですね。また熱い名古屋球場に戻ったり、そうですね、屋外球場に戻りますけど、はい、頑張ってください。頑張ります。最後にファンの皆さんに意気込みとメッセージをお願いします。多分僕のこと知らない人がほとんどだと思うんですけど、これから頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。やっちゃするな。ドラゴンズ YouTube 見てますか？見てますよ、いつも。あ、本当ですか？はい。あ、じゃあこれから YouTube のとこだと思って。ここが。なるほどなるほど。じゃあいっぱい出ていただけるように頑張ります。はい、また2分でも撮影お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バンテリンドームでも2試合開催でしたけど、はい、振り返っていただけますか？まあ、本来ね3試合できる予定だったんですけど、まあ、2試合ということでね、まず1番はこの2日間はもうめちゃくちゃ暑かったと思うんですよ。そういうのはこのやっぱり涼しいところでね、やらせていただいて、やはり、ここで活躍してもらうためにね、このやっぱバンテリンドームでやらせてもらったということは非常にもありがたかったですし、まあ、選手もやっぱりね、やっぱりいつもと違う緊張感もあっただろうし、やはりこう人工芝でやるということもね、このやはりホームのグラウンドに慣れるということも大事ですし、まあ、非常にこの2試合というのはね、ありがたかったです。いつも言われているようにね、そのマウンドの硬さとか投手有利っていうふうな、ね、ことを言われてますけど、まあ
そういう中でもピッチャーは自信つけてくれたらいいと思うし、まあ、このマウンドに慣れてくれたらいいと思うしね、まあ、そういう中で、まあ、橋本がね初戦は好投してくれましたし、まあ初めてマウンドを踏んだ竹内にしてもそうですしね、まあ、ここで、また活躍をしてくれるような、そういうふうなこのステップに、ね、してほしいですし、まあ、試合には1対0で負けて、まあ、2戦目というのはね、まあ、先制したんですけど追いつかれて、またその追いつかれてからまた最後ね、突き放したというふうなね、なかなかこういうゲームが少なかっただけにね、非常にこの2試合というのは有意義な2試合になったと思いますね。片岡監督自身は一塁側のベンチで、監督としても初めてのドームというか、いつもね三塁側から見てましたんで、一塁から見る風景というのはこういう風景なんだなというようなことを感じましたし、まあ、やっぱりここでね今日この2日間ファームでいた選手っていうのがやはりここでね一軍の舞台でやっぱ活躍してもらえるようにね、僕たちもしっかりと、指導していかなきゃいけないというようなことを感じました。いや暑い名古屋球場に戻りますけども、皆さんにメッセージいただけますか。はい、本当に皆さんね名古屋球場でもゲームの時は本当に暑い中ね観戦に来ていただきまして本当にありがとうございます。なかなかねちょっとこう結果が伴わないんですけど、まあ、あと2ヶ月選手はね一軍目指して頑張りますんで、また皆さんのね5000円で後押しをしてあげてほしいと思います。また5000円よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Message to the fans, because you know, yesterday, today, and also fans came here to support you guys. And some message. I'm just very grateful. Win or lose, these fans are, you know, very loyal to the Dragons. So it means a lot. そうですね。本当どんな時でもチーム負けてる時であっても本当に常にサポートいただいています。ファンの方々は本当にドラゴンズに対して、なんと言いますかね、本当に素晴らしい愛情を持っていただけるなっているなと思っております。感謝しております。やればできる。最後。ありがとうございました。